滝沢英介、滝沢英介、滝沢、滝沢英介、1902年9月6日から1965年11月29日は日本の映画監督、脚本家である。本名、滝沢健、健名義で大正末期に脚本家として、スタート、俳優兼女監督として、脚本も手掛け、英介名義で監督となった。第二次世界大戦前の京都に、 かつて存在した、脚本家集団、なる組に、参加、映画史に名を残す。牧野正宏、山中貞夫との共同作業を、戦後の女性映画、青春映画でも知られる。1902年、明治35年9月6日、東京市芝区三崎町、現在の港区三田四丁目の覇屋の家に生まれる。三歳上の兄は、映画監督の二川文太郎、本名。 滝沢吉之助である。旧制東京府立工芸学校、現在の東京都立工芸高等学校を卒業後、進撃の研究をすべく劇研究会を組織した。1925年、大正14年3月、21歳の時京都維持し、兄のいる、東亜紀根真島寺印刷影所に入社、月形隆之助が主演する、兄の監督作、乱闘にオリジナル脚本を提供。 滝沢県名義、同年7月15日に公開される。翌月には、続編も、滝沢脚本によって、同様に制作され、公開された。同年6月、すでに当時院撮影所長の牧野正造が、東亜キネマを退社し、牧野プロダクションを設立しており、牧野小室撮影所解除の後に、兄と共に、同社遺跡、引き続き、滝沢県名義で、 俳優賢女監督として同社に所属した。同年末公開の復讐と兄弟を皮切りに、牧野の長男である滝沢の六歳下の牧野正宏、当時は聖ただ十七歳と多く共演した。1927年、昭和二年には、久保田美義監督のこの母を見よでは主演、牧野正宏監督が出演もした杉教授主演作の謎の人よにも出演している。 1928年、昭和3年のスター大量大社事件後の山上、伊太郎オリジナル脚本、牧野正宏監督の、老人街、第1話美しき絵物では、チーフ女監督として、同作を支え、大ヒットとキネマ旬報ベスト10第1位を勝ち取る、一女となった。翌1929年、昭和4年、26歳の時に、滝沢栄介と改名し、 岡島津屋子支援のある女と画家で映画監督としてデビュー、同作は同年4月26日に公開された。同年7月25日に牧野プロダクション代表の牧野正造が死去、没後50日を迎えた9月に発表された新体制では本名の滝沢県名義で監督部の最末席にを連ねる。新体制後の監督第四作パイプの三吉では ヒネマ巡邦ベストン第7位を獲得、年内にも、クモセールルを取り、デビュー年に5作をものした。1930年、昭和5年の三村慎太郎オリジナル脚本、南極に立つ女と、現代劇を手掛けてきたが、1931年、昭和6年の正月、第2弾、金森番章、稲葉浩二、三上良二、久保田め吉との共同監督になお、ネタ。 サナダ従氏、牧野正弘応援監督を得た、赤座や安兵衛と日本の時代劇を手掛け、同プロダクションの解散を迎えた。その後、同年は、小竹下鴨撮影所に移籍した兄の二に川の林、長次郎主演作、投げ伏屋の助二作の脚色をしたり、牧野のスター沢村国太郎が設立した、沢村国太郎プロダクションで、長谷川新玄作の振り袖勝負。 翌1932年、昭和7年は、同プロダクション制作、三村慎太郎のオリジナル脚本による、大岡星団13夜見物侍を監督し、同プロダクションと提携していた、東亜ネマ窓人撮影所の継承会社東、活映画社で、月形龍之介主演、長谷川原作、三村脚本の、助太刀寺公爵を監督したが、同年10月をもって、東勝が解散。 当時院は閉鎖となる。1933年、昭和八年前半には、日活渦正撮影所で、佐々木光造原作、山上伊太郎脚本、大河内伝次郎主演の、上州七人嵐、八田直行オリジナル脚本、沢村国太郎主演の、武士仁義を取るが、しばらく浪人のみとなる。当時の滝沢は、同じ牧野出身の脚本家の矢広富士、三村慎太郎や、 監督の鈴木桃作、兄のいる松、竹下鴨の脚本家の藤井茂次、片岡千恵蔵プロダクションで活躍中の監督、稲垣広らと共に、渦正地区の北側、京都市京区鳴滝温都山城に住んでいた。彼らはそこを、近代以前の名称で、鳴滝村と呼んでいた。後から現れた、牧野正弘の学生時代からの友人で、牧野プロダクション助監督だった。 山中貞夫と、その助監督の萩原良ともに、1934年、昭和9年脚本家集団、鳴滝組を結成、共同ペンネームを、梶原金八とした。滝沢は1935年、昭和10年、早速、市川歌右衛門プロダクション、ユうプロで、梶原金八オリジナル脚本で、晴れる木ソロ、進行キネマ、京都撮影所で、対抗期、 東吉郎総卒の牧翌1936年昭和11年には再びユータプロで海外無双嵐寛十郎プロダクションでも宮本武蔵地の牧と成田木組を最も活用した監督として活躍した1937年昭和12年京都成田木村を離れ東京の PCL 映画製作所へ入社フリードリヒ・ホンシラーの儀曲 軍刀を下敷きにした、三好重郎の吉野の軍刀を、鳴滝組に発注。これは、山中貞夫が中心になって必死で、脚本を仕上げ、滝沢監督による戦国軍島伝前、後編となった。同年、山中も PCL に遺跡、二人は青山に家を借りて、共同生活をした。山中はここから出生し、翌1938年、 昭和十三年を戦死した二十二作を残した鳴滝組の歴史も終わった。同年 PCL は合併により東方となり、滝沢は戦中戦後を通じて東方スタジオの監督として活躍した。1954年昭和二十九年日活に遺跡、1958年昭和三十三年に監督した泉京華の小説、 高野清原作とした、白夜の幼女を第八回ベルリン国際映画祭にコンペティションに出品。金熊賞は、イングマールベルイマン監督の、野一ちが獲得したが、滝沢の存在が、国際的に知られるところとなる。還暦を迎えた1962年、昭和37年、井上康志原作の白番場を、足川泉主演で取り、当時の滝沢栄介に、 なお赤い青春を感ずると評された。1965年、昭和40年11月29日、高血圧性人炎で死去。63歳没。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。